平内さんは、愛媛県西予市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。現在は、マリーンズベースボールアカデミーのマリーンズジュニアチーム、監督。2010年三日目高校時代は、四国のバースの異名を持っていた。高校通算30本類だ。1999年夏の愛媛県大会1回戦。1999年のドラフト4位で、 チバロッテマリーンズに指名され入団した。2001年、ガッコツ、右足首の骨折により、一軍の試合には出られなかった。2002年は、小坂誠の故障により、出場機会が増加。4月8日の対北海道日本ハムファイターズ戦では、クリスシールバックから史上43人目の、プロ初打席初本塁打を放った。しかし4月26日に、 右膝前十字靭体断裂の大怪我を負い、手術を受けた。2004年、2年間のリハビリを経て、再び一軍に昇格した。2005年は3年ぶりの安打を放った。2軍では打率、328、8本塁打、6盗塁と活躍を見せた。阪神タイガースとの日本シリーズでは、第2002番にいる一種で、初出場。アジアシリーズでは怪我で、 結城の堀光一、小坂誠らの代役として前、試合先発出場したが、無安打に終わった。2006年、初めて開幕1軍に登録された。シーズン序盤以降は準レギュラーとして出場試合が、増えたものの、打率は2割を少し超える程度と低迷し、レギュラー獲得はならなかった。2軍では打率、305、6本塁打。2007年、 1>, 1月27日に、元モデルの渡辺直美との婚姻届を提出。シーズンでは、西岡剛の怪我もあり、自己最多の出場機会を得たものの、打率が2割を切る不振に加え、送りバントの失敗や守備での失策も連発。さらに終盤は、オーティズの途中加入により、出場機会が激減した。主に代打、内野の守備要員として、 初めてシーズン通して一軍に残った。二類種47試合、遊撃で21試合、三類種19試合と様々なポジションを守り、二類と遊撃はチーム2位の出場試合数だった。2008年、2年ぶりの本類がを記録したが、根本、春一や田中正彦の対等により40試合の出場にとどまり、打率も153と下げた。また、 8月12日のオリックスバファローズ戦では、6回表にサブローの敵地ル塁打で三塁走者としてホームインする際に折れたバットが頭を直撃して怪我を負い、担架で運ばれ16針塗った。また、周期キャンプ中の11月7日には、外野でキャッチボールをしている最中に打球が頭を直撃し、頭蓋骨骨折している。2009年、 6月18日の大東京をヤクルトスワローズ戦では、10回表に臨床優から膝に支給を受け、単価で運ばれた。8月以降打撃の調子を上げ、規定不足ながら入団初の打率3割をマーク。本類打、打点もキャリアハイの成績を残した。反面、左投手からは無安打に終わった。金大金が入団したことで、背番号が16に変更となっている。 2010年、内野4ポジション守れるユーティリティープレイヤーとして一度も出場選手登録を抹消されることなく一軍に帯同し、主に一塁の守備固めやダイソー、左の代打、ピンチバンターなどマルチな働きを見せた。中日ドラゴンズとの日本シリーズでは、第7戦では、守備固めで途中出場し、その後の打席で、日本シリーズでの自身初安打を記録。シーズンオフ。 背番号が23へ変更。2011年、ダイソーや一塁の守備固めなどで出場していた。奥木隆高の離脱後は、遊撃手としての先発出場もあったが、スタメン定着には至らず、金太金が離脱した7月には、ダイソーや守備固めとしての出場もほぼなくなり、出場選手登録を抹消された。9月に一軍復帰も、目立った活躍なくシーズンを終えた。 2012年、例年同様ダイソーや一塁の守備固めなどで出場していたが、夏以降出場機会が減少し、8月に出場選手登録を抹消された。10月6日に地元愛媛で開催されたファーム日本選手権では7番一塁種で出場し、2安打に打点の活躍で勝利に貢献、最優秀選手に選出された。2013年は8月に 根本、春一の負傷に伴い昇格。根本が守っていた二類種のほか、今江俊明の欠場時には三類種も務めた。また、例年同様大層や一類種の守備固めとして出場した。2014年は、開幕から一度も一軍に昇格することなく、10月5日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。 2015年からは、マリーンズベースボールアカデミーのコーチを務め、NPB12 球団ジュニアトーナメント2018からは、同アカデミーのマリーンズジュニアチーム監督を務めている。内野ならどこでも守れるユーティリティープレイヤー。意外なパンチ力があり、ストレート系を積極的にスイングする打撃スタイルだが、三振が多く、ムラがある。 信じられないようなアクシデントやプレーに何度も関わることから一部で暗黒神や暗黒王子などと呼ばれた。ありがとうございます。